罰だというコメントを発表したことについて、北朝鮮の想像を絶する無神経な対応は政権の体質から来る一貫したものだとした上で、防寒と北朝鮮との関わりについても調査していると述べました。今日未明、佐賀県多久市の養鶏場で